おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目、22時半のニュースをお届けします。本日も安倍元首相関連でいろんなことごとが起きている件、そして海外ニュースをざっと そして日本の中の野党や自民党関連の内容をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を。こんな情報もありよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、因語を使わされていただきます。何ぞご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。まずはやはり安倍元首相関連の話からさせていただきます。安倍元首相の国葬 閣議決定の差し止め求める仮処分申請、市民団体、国民の総意に基づいていないというような、ある市民団体がこのように、えー、早速、反対されているようですね。で、こちら、島田義さんなんですが、安倍首相国葬に反対する人々がいるが、彼らにとっては顔を売るチャンスだろう。日本では国葬反対デモも許される。世界中のメディアが報じてくれよう。今からこの方の方向が目に浮かぶ。安倍の国葬に、 来た連中に言いたいお前らは人間じゃない叩きってやるというふうにおっしゃっていますねでこちら安倍晋三という強力なライバルがいなくなった総質感は大きい立憲民主党辻元清美議員が語ると こちら、日本放送の番組の中でこのようなことをおっしゃったようですね。で、これについて加藤さんが、恐ろしいまでの勘違い。誰も安倍元総理のライバルだなんて思っていないというふうにおっしゃっています。で、こちら、波多夢幸男氏が安倍元首相の国葬に異論。死を最大限利用しようとする自民党の思惑は透けて見える。どうしてこんな貧困な発想しかできないのか。一人の有力政治家が非合の死を解げたのだから、もっと言い方があるだろう。 あなたなんぞには間違っても国葬なんて声はかからないから心配するなというふうに強烈な一発をおっしゃっていますね。で、こちら、熊本の新聞さんなんですが、安倍氏国葬賛成42%、反対49%、世代で差40代境に賛否が逆転ということが言われているようですね。やはり若い人と安倍元首相の国葬に賛成しているが、 あ40代境に賛否が逆転するということなんですね。でこちら、朝日新聞の社説ですね。社説、安倍氏を悼む、国葬に疑問と懸念という風な記事が出てきておりましたね、はい。首相は暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜く決意を示すと、国葬の意義を語った、安倍氏を悼むのは当然だ、ただ弔意の強制はあってはならない。国葬が政権の表 を定めるもものでもない自由な論評を許さぬ風潮が生まれればそれこそ民主主義の危機であるというふうなことで締めくくられてるんですがこちらこれを紹介されて飯山あかりさんがこのようにおっしゃっています大丈夫だよ朝日くんいつまでも自由に好きなだけ盛りかけ桜って言い続けていいんだよただ朝日くんをこう買う人がどんどん減ってるだけだから 民主主義じゃなくて、そっちの方を心配した方がいいよ。結構嫌われてるよというふうに <laughs> おっしゃってますちょっと笑ってしまいましたね。で、こちらあー、アビルさんが、こちらの、こちらですね。こちらの7月20日のあ写説を紹介されて、今日の朝日写説森友家系桜を見る会をめぐっては、長期政権の弊害は明らかで、それは今も解明されていない。個人へのレッテル貼りに余念がない。サンゴは大切にというふうに言われて、 でさらに朝日社鉄の締めくくり自由な論評を許さぬ風潮が生まれればそれこそ民主主義の危機であるもしかしたら朝日川柳が批判されていることに暗に反発してみせたというふうにおっしゃっていますね。でこちら。 誰々が社会を分断させたと言い募る人はみんなが私たちの意見に服従しておけば分断は起こらないと言いたいだけ共産主義の発想というふうにおっしゃっていますね。誰のことをおっしゃったかはわかりませんが。で、こちら、最新聞がカルトマインド今なお社会にその背景は江川翔子さんに聞くというようなあオウム心理教を取材してきたジャーナリストの江川翔子氏は社会にカルトマインドが広がっていると危機感を示すというふうに まあ、旧統一教会への恨みを挙げたと。まあ、この辺の話を挙げながらのせらね、語ってらっしゃるようですね。で、江川翔子さんはこちら。日刊スポーツの中で批判許さぬ雰囲気が広がることが心配。安倍元首相銃撃け,けて懸念というふうにおっしゃってるんですよね。こちらですね。事件を契機に正当な批判すら許さない雰囲気が社会に広がることを心配しているというような発言をされてるされてましたよね。 で、こちら、加藤さんなんですが、私から見れば、未だに森掛けを信じ、死者を愚弄する荒れな人たちはカルトにしか見えないと、意識勝さるし、朝日カルト新聞というふうに、意識勝ささんがおっしゃってて、加藤さんもそれに言及してらっしゃいますね。で、こちら、まあ、いろんな声がある中で、アメリカではこのような採決がありましたよね。安倍氏称える決議採択。米上院で前回一致。米上院は20日、銃撃されて死去した安倍元 首相を称える決議案を全会一致で採択した。安倍氏を一流の政治家で民主主義の価値の擁護者と評価し、日本の政治、経済、社会、そして世界の繁栄と安全保障に決さることのできない足跡を残したとした。決議は全中日大使のハガティ上院議員ら70人近い議員が13日に共同提出。安倍氏が自由で開かれたインド太平洋の考え方を広めたことに触れた上で、現在の日米合意4カ国の枠組み、クワットの基礎となる 構想を推進したと強調した。米、アメリカ大統領とともに日本、日米同盟を強化し、北朝鮮の非核化や日本人拉致問題の解決にも精力的に取り組んだと指摘した。米国は偉大な友人を失ったとしながらも、そのリーダーシップにより、日米が世界中で自由、繁栄、安全を促進し、専制主義や独裁政治に対抗するため、今後数十年にわたって協力する基盤が削られたと締めくくったと。 ねこのようにアメリカではこのようにですね、叩える決議が前回一度なされたということですね。上院で。で、こちら、島田さんですが、アメリカでは憲法上上院の承認がなければ条約は批准されないが、条約の破棄は大統領判断で行えるというのが一般的解釈。もしトランプ時代に日本で民主党政権が復活し、平和安全法制を破棄していたら、トランプが日米安全安保条約破棄を宣言し、しかし、 横須賀等の拠点には居座り続ける追いか。追い出せるなら追い出してみろという大波乱状況となった可能性がある。左翼は何もわかっていないか。わかっていないかというふうにおっしゃっていますね。いや、本当にね、ね安倍元首相の凄さというのをつくつく感じさせていただきますよね。こちら、安倍首相国葬是か非かは、 平和安全法制ゼカヒカに似ている。要するに国際常識に沿うか、意の中の逆恨みに閉じこもるかであるというふうに批判されていらっしゃいますね。で、こちら、秋江夫人お礼の挨拶へ、安倍派総会に出席、岸田首相とも面会というような記事が出ておりまして、こちら、安倍元首相の妻、秋江さん、岸田首相らと面会、葬儀、列席に謝意というふうに言われています。 参議院選挙の応援演説中に銃で撃たれて亡くなった安倍元総理大臣の妻昭恵さんが21日に岸田総理大臣と面会しました。昭恵さんが先週の葬儀への列席に感謝の気持ちを伝えたのに対し、岸田総理大臣は改めてお悔やみの言葉を述べたということです。安倍氏の妻の昭恵さんは21日午後、まあ、官邸を訪れてと、まあ、こういうことが書かれていますね。で、こちら、今井通さんですが、補選立候補の考えない。 安倍晋三元総理の妻、昭恵さんが安倍派の総会に出席。昭恵夫人は派閥幹部に衆院山口四区の補欠選挙に自らが立候補する考えはないことを伝え、後継を決める中でいろいろとお世話になると思う。安倍派は会長は空席のまま安倍派の名称を継続し、現体制維持を決定したというふうに言われています。でこちら。 安倍派会合、昭恵夫人やりたかったことを引き継いで、名称を継続、役員体制も維持というふうにおっしゃっていますね。昭恵夫人が出席し、安倍元総理になりたかったことを引き継いでほしいと述べました。というふうに言われています。安倍派塩、塩野屋会長代理。今まさに昭恵夫人からお話がございましたように、安倍元総理が政和会の会長としてやりたいことがたくさん、それをぜひ引き継いでほしいというお言葉もありました。というふうにおっしゃっていますね。 で,でまあいろんな記事が出てるんですが林芳正外相に勝てるのは昭恵さんだけ安倍元総理の母陽子さん94歳の黙さんと決断というふうな記事も出ていましたねはいえ「週刊現代」の記事ですがこのような記事もありましたご興味の方は是非ご覧くださいでこちら安倍元首相 国葬参列者にプーチン大統領の名前、問題は警備面というふうにおっしゃっていますね。政府は安倍元首相の国葬を9月27日に東京の日本武道館で行う方向で調整に入った。バイデン、アメリカ大統領やトランプ同前大統領ら世界中の要人の参列が見込まれる中、なんとロシアのプーチン大統領訪日の話が飛び交っている。戦後の首相経験者として2列目となる国葬を 二例目ですね。二例目となる国葬をめぐっては、野党から反発の声が上がっていた中、政府は日程を決めた。これは長期政権で外交に力を入れていた安倍氏とあって、外国の首脳が多数国葬への出席が予想されるため、安倍氏が8日に亡くなった際も、各国首脳は現地の日本大使館を聴問し、安倍氏の死を悼んでいた。 訪日が見込まれる外国首脳には、プーチン氏もリストアップされている。プーチン氏は安倍氏と27回も会談し、信頼関係を結んでいた中、安倍氏が死去した際、心臓とは常に連絡を取り合い、その度に彼の素晴らしい人柄と職業的精神が発揮された。彼の記憶はいつまでも心に残るだろうと、昭恵夫人と安倍氏の母親、洋子氏に弔電を送っていた。また、ガルージン駐日大使が通夜に訪れた。 参院選後に安倍氏がロシアを訪れ、プーチン大統領と会談し、ウクライナ侵攻で何らかの和平案を取り付けるのではないかとの話もあったほど、プーチン大統領も日中もサッもいかない状況で安倍氏の弔問を理由に来日し、弔問外交で高い策を図りたい狙いがあるのでは、と長田町関係者。日本政府はロシアのウクライナ侵攻後、プーチン氏の資産を凍結し、在日ロシア大使館の外交官らを国外退去させれば、ロシア側も15日に日本の 国会議員384人にロシアの入国禁止措置を取ったばかりで、日露間は絶縁関係にある。現実的には欧米の要人が訪れる中で、プーチン大統領が顔を出す事態は想像できないし、拘束のリスクやテロなどの身の危険もある。それでも法律となれば、五輪やサミットとは比べ物にならない。 警備体制が敷かれることになる過去にも聴問外交で対立関係にあった国が対話をするきっかけになった例は多いがプーチン氏来日なら武道館周辺の完全封鎖では済まない事態になりそうだというふうにおっしゃっていますねここもどうなるのか注目点の一つですよねで、こちら山岡さんのツイートなんですがカルタさんがまずこのようにおっしゃっています 若狭元検事が、検事としての経験上、容疑者が犯行動機について事件直後からペラペラ喋るのは、犯行に至ったある動機を隠したい場合、違う動機を話し出すことが多い。奈良県警にはどうも動機を宗教団体の恨みに持っていこうとしているような節が見えると、大多数の国民が同じ疑念を抱いているというようなツイートを引用されて、総合的かつ直感的な自分なりの現時点での 総合的かつ直感的な自分なりの現時点での推論は山上が語るカルトス被害ストーリーはあらかじめ用意されていたというもの。嘘ではなくとも真の理由は他にある。詳細は省くがそれなら全て説明がつく。若さ元検事の直感も私に連絡してきた奈良県警 OB の直感も正しいと思う。何かが隠されているというふうにおっしゃっておられますね。で、こちら山岡さんは7月16日の時点でこのようにもおっしゃっています。 期基金会31日に対日関係新報当初は安倍氏を招待予定というふうな記事を紹介されてやっぱり安倍さんは台湾に行くつもりだったのか今はそれ以上は言えないが宗教団体にある洗脳被害者の犯行に修練することには違和感がある異常に緩い警護投票2日前の犯行奈良県警だけの事件処理等々納得がいく徹底調査を求めそれをしなければ疑惑が深まるとおっしゃっていますね。 こちら、西村浩雄さんですが、米国は台湾に関する曖昧戦略を終わりにしなければならないと題された安倍総理が今年4月に発表した論文。この論文も安倍氏暗殺のトリガーになった可能性があるというように西村浩雄さんはおっしゃっていますね。うーん、裏で C 国が関係しているのではというようにおっしゃっています。 考えている、まあ、そういう一節を見ておられる部分もあるのでしょうか。皆さんはどう思われますでしょうか。ぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたらと思います。で、こちら、中央日報。ここからあ外,外国関連ですね。ちょっとざっと紹介したいと思います。警告通貨スワップできなければ次の手、FIMA レポ、FRB が他国の中央銀行が保有する米国債を売り戻す条件付きで買い取る制度がある。ネットの反応、 七草を絶対に買い戻す約束で七夜から金を借りるわけか、ついにここまで来たか、わらわらとおっしゃっています。で、こちら。米韓在庄会談で通貨スワップ再開期待に浮き足立つ警告政府に専門家が冷めた意見。言論的な文、文言に過ぎず意味はない。熱の反応、自分で滑って転んで後頭部強打。後頭部を殴られたと逆らみまでが、 既定路線というふうに、ネットでは厳しい声が上がっていますね。で、どんどん行きますね。こちら。本日を終えて、警告に帰国したのが、パク外交部長官、ジーソミアの正常化、日本の対韓輸出規制問題も総合的に協議することを決めた。林外相と岸田首相に会い、日本側に誠意ある対応をするよう要請したと発表。ネットの反応、内弁慶は相変わらずだなとおっしゃっていますね。で、こちら。連合ニュースですね。渓谷の連合ニュースでは、 警国外相計国の努力に日本も応じる用意があると感じた徴用工徴用問題巡りというような報じられ方がしているようですね。で先ほどの件を紹介されて、あくまで計国の努力が先これを間違うなとおっしゃっています。で、こちら cnn。あこれは米国管理ですね。